平成の人たちが田んぼや畑、自然のことをなんか急に考え出して、今放射能汚染も収まって平和に暮らせてるねとかっていう時代が来ればいいなと思うね。オール電化生活から一変しての薪暮らし、薪集めには苦労したな、ご飯食べれないと人間生きていけないからさ、やっぱり食べるもの作らなきゃ。今作ってくれてる人たち、おじいちゃんおばあちゃんたちいっぱいいるけど、次の世代、その次の世代、みんな大丈夫って思うよね、心の中では。食べることっていうのはみんなやってることで本当大事なことだから、食べていくためにはどうすればいいのかっていうことを伝えなきゃと思う。俺はまだまだお米も作って野菜も作ってるけど、まだまだそんな立派にはできないから、だから自分は百姓見習いと思ってるかな。私さ、再婚でさ、上の男の子2人はミクとトアは連れ子ちゃんだから、ミクもトアもユータももちろんそれぞれがいろいろ模索しながらいたからね。喧嘩もすごいいっぱいしたし、ユータと家出したことあるし私もうみんなが笑ってる顔を見るのがすごい幸せだな。家族でまあ一人一人がいろんな楽器して、まあ、家族みんなでやってるバンド、今の時代をよく知ってこれからの時代をどうするか、まあ、どうしていけばいいかっていうふうなことを歌ってるかな。まあ学校に行く日と行かん日が、まあ、大体2つに分かれるけど、家帰ったら、まあ、まずまあ、家の自分の仕事として風呂炊きをする、まず初めに、まあ、やることやって、まあ、そこからはちょっと楽器に触れたりするって感じかな。その薪暮らしを始める前はまあうんやってた、その普通の一般的であると言える、まあ、言われるその暮らしをしてて、まあ、薪暮らしだったらもう当然薪作りから始まるから、まあそれも薪暮らしの中での苦労といえば苦労だけど、あんま苦労に感じることはない。うん、ストーブの熱とかも冬だとすごいありがたく感じるし、それにプラス料理もできるってなると、まあ普通に考えてその IH とかよりはまあ全然暮らしやすいといえば暮らしやすい、うん、から、まあ、僕は薪暮らしの方が好きかな。
楽器は続けたいと思ってるかな。まあ今の時点では楽器は続けたい、うん、自分の意思では、うん、自分がやりたいこととかも少しずつできなくなって、まあ結局まあロボットみたいにまあ社会で生きるロボットみたいに、うん、自分のやりたいことができるのが一番いい、うん、と思う。明日のことは分からないけど、今日一生懸命自分の笑顔でいてほしいって思う人たちのために、まあ今日自分が何ができるかっていうことよね。どう頑張ったって変えるもんじゃないし、本当授かったもんだから、かけがえのないもんよね、家族っていうのは。家族っていいなって思うな。家族なかったら今の俺絶対いないしね。家族みんなにありがとうって言いたいね。